どうも、エルダです。それではファイアーエムブレム風化節月やっていきたいと思います。今回はレアドラ救助戦ということで、こちらやっていきたいと思います。王都を奪還したディミトリーらのもとに同盟の君主クロードから救援要請が届くと。崩壊寸前の同盟領、その中心都市レアドラを救うため一行は援軍を率いて駆けつけるということで、クロードの救出が目的ですね、今回はね。帝国軍の侵入を許した同盟軍は名手リーガン家の領都デアドラで最後の抵抗を試みていた。修道院にて兵力をまとめた王国軍は急ぎ同盟軍を救援すべくデアドラへと向かう。デアドラの市民、会場への避難完了しました。でもいいんですか？もしもこれでデアドラが落ちたら物資も何もないですし、船は。デアドラは落ちない。俺を信じろ。はっ。防衛線突破されました。間もなく帝国軍が。ああ了解だ。お前たちも市外の軍に合流してくれ。はっ。さてジュディット、用意はいいか？今できる準備に限れば万全さ。紫外線なんて何年ぶりかね。鈍った勘でやらかすんじゃないぞ。とにかく選手しろ。はいはい了解だ。しかし坊やも頑張るね。グロンダーズ平原での怪我まだ完治してないんじゃないのかい？だからって寝てるわけにはいかないさ。寝てたら逃げ出すこともできん。つーか坊やと呼ぶなって言ったろ。名主様の命令だぞ。わかりましたよ名主殿。それで頼みの綱は来るんだろうね。グロンダーズじゃ戦った相手なんだろう。来るさ。かけてもいいぜ。先生ならあいつを立ち返らせてくれる。あいつなら先生の檄に応えてくれる。何よりあいつらの腕と器を見込んだ俺の目を俺は信じてるんでね。クロード様、西方より遠兵が。あの軍旗は王国の。そーら来た。どうにか間に合ったな。すでに帝国軍はデアドラ市街へと進軍し同盟軍と交戦している模様です。遊撃戦で帝国軍を迎え撃ち持ちこたえているようですが。クロードたちと連合して戦っているのはダフネル家のジュディット様でしょうか？別女と称えられるジュディット様でもこうも市街へと押し込まれては。いや、市街奥まで敵を引き込んだのは俺たちに敵の後輩をつかせるためだろう。衝撃させるつもりなのだろうか。なあ、おそらくはな。俺たちが来ると信じて兵を動かすなんてクロードらしからぬ大博打だな。せっかく俺たちにかけてくれたんだ。あいつの期待に応えてやろう先生。よし、進軍するぞ。さあそれでは準備していきますか。まあ、今回もどうせディミトリがついてくると思うんで二人旅になるかな。大変だろうな。まあこういう時多分後ろから敵が来たりとか来そうな気もするけど、どうなんだろうね。さあやっちゃいますか。クロードもダメなんだね、配送はね。兵士は港へと逃げ込んだか。ネズミどもが無駄な抵抗を。閣下、城外から攻め寄る一団が。あの軍旗はブレーダッドけの。ブレーダッドだと。そうか、奴はしくじったか。急ぎ名手を撃て。奴さえ撃てばデアドラは落ちる。クロードを死なせるわけにはいかない。あいつの救出を急ごう。来るのが遅いっての。早く加勢してくれ。さあクロード救出いきますか。あ、やっぱ右下
いたか。こっちが挟み撃ちされるね、この展開だとね。でクロードそこでしょう。これもしかしたら最短で敵将撃つ方が早いのかもしれんな。戦場を広く見なくても、ディミトリ逃がすにしても敵を処理しすぎない、処理しすぎてもっていう感じの気がするな。処理しきれてたとしてもライフが減ったら意味ないしね。さあレベル50、まだ成長できる。あ、結構上がったね。任せてくれ。ディミトリは一旦近づけてみるか。黒けど、まあ、たまには頼りない名士様を守ってあげるってのも悪くないか。ああ、キルダはここの防衛のためにあの時は死ねないってことね。ああ、ここに繋がるわけか。彼らの死を無駄にはしない。皆を導かなくても。さあ、まずこれで戦況が動く。何体か撃破できたと。ああ、でも右側攻めに行くね。あ、どんどん行くね。あ、さらに、あ、でもちゃんと倒したよね。強いね。デアドラ市街の制圧完了しました。これくそ、あいつら次から次へと湧いてきやがるな。市街につながる門を封鎖するしかないか。これ以上敵が増えるのは勘弁願いたい。まずいね、囲まれちまったか。早く坊やを助けに向かいたいが、港に向かうには先に敵の傭兵どもを片付けるしかなさそうだね。いやー、このなんだろうな、この数でしょ、絶対やられるなと。あー、ヒルダの方は回復役がいるか。右側の人がちょっと怪しいね。綺麗に倒した方がいいのかな。意外と倒さなくてもどうにかなりそうな気がするけど、まあ、クロードの方に行ってしまう、クロードとディミトリの方に行ってしまうなと思って。まあ攻撃、あ、ジュディット死んだね。名士様だろ、バカが。さあ、ヒルダ、あ、やっぱそっち向いたか。いや、結構このミッションは時間との戦いかな、もしかしたら。なんかそんな気がする。狙い通りに進められているね。あ、後ろも来たね。やっぱり溜まってたらダメか。増援来るしね。いやー、的が、うん、やっぱディミトリやられるよね。あー、厳しいな。え、結構難しいな。何回目だ。いやー、とりあえずそしたら確実に1体ずつ仕留めた方がいいから、弓というよりかはとりあえず接近戦である程度持っていこう。
いやーマジで黒けど。デアドラシが。まず。ここをしのげば。で、その弓兵がちょっと邪魔だから倒したいけど。ああここダメか。名所。こうなると回避っていうかランス引けるかどうかかな。じゃあ次はちょっと弓で対応してみようかな。まだ。クロード君だけど。デアドラ死骸の。クソ死骸。まずいね、港に向かこれで、ただね、ここ届く ね, で、ここで耐えきれればいけるかな。返すことできないか。動き始めた。構わず一気に行くか。とりあえず弓で先制。クリティカル出ればラッキーかなーっていう感じだよね。変えたらどうかな。そんな変わらないかな。あーちょっとだけだね。さあこれで生き延びればいける。ちょっと仲間は もしかしたら生き延びるか。ヒルダがやばいが。アランデルコうまいこと。いや、やべえな。隠れてたか。クロード君。ああ、ヒルダが。ダメか。楽しかったよ。ありがとう。お先に。ヒルダ、なんで逃げないんだよ。死ぬまで戦うとからしくないだろ。今だ。捨てていた兵で攻撃。ああしかも追加が来るか。これなかなかやね。やっぱ次のターンやね。次のターンで決めないとそれだけさ。ダメだ。ああこっちもジュディットもダメか。さあ、仕留める。ここで終わる。我らが大門がここで。おじゅう、答えていただきましょうか。9年前の事件関わっているのですね。あなたは何を知っている。コルネリアは
母は一体何を。貴様に闇を覗き込む資格はない。エーテルガルトとせいぜい兄弟で殺し合え。光よ。さあステージクリアですが、まあなんとも言えない感じやね。死んだか。情報を得る機会を逸したな。だがたとえ守備よく生かして捕らえられたとしても、あの様子では。まあひとまず勝利を喜ぼう。そうそう、先生の言う通りだ。肩の力を抜いていこうぜ。クロード、久しぶりだな。無事で何よりだ。ああ、グロンダーズって名前の地獄でまみえて以来だな、ディミトリ。それにしても本当に助けに来るとは。お前らってやつはお人よしだよ、まったく。そう思うのなら最初から俺たち頼みの防衛戦などしないことだ。間に合ったからいいものの。それとも俺たちが来るという確信でもあったのか。そりゃそうさ。お前なら自分のことなんて二の次で駆けつけてくれると思ってたよ。徳がなきゃ動かない俺とは違う。お前らは昔からそうだった。ま、危ない賭けには変わりはないけどな。なんせ俺が救援の使者を送ったのはお前らが王都を奪還する前だ。王都奪還が間もなく成功すると踏み、お前らが救援要請に応じると踏んだ。読みを二つ当てなきゃ失敗だった。他に手がありゃこんな賭けに出なかったさ。ああ、まったくだ。お前は危ない橋を渡りすぎる。わかってるわかってる。それも今日限りだよ。どういう意味だ。ほら、こいつをやる。あんたらのために役立ててくれ。これはフェイルノート。リーガン家の英雄の遺産だよな。いや、おい待てクロード、冗談だろ。これを手放すというのは。冗談なんかじゃない。今日でレスター諸侯同盟は解散する。解散。クロード、お前どういうつもりだ。お前らがフォドラを導くってんなら、同盟諸侯はその下につくんだよ。もともと同盟は王国から分かたれて生まれた。それが元に戻るだけさ。何、レスターの円卓会議ですでに各諸侯に了承は取ってある。あとは俺が名士の座を降りるのみだ。軍に加わらないか。いやいや、勘弁してくれよ。俺はフォドラを出るよ。やらなきゃならないことがあるんでね。もともと名手になったのもそのためなんだが、同盟なんてものを背負っちまうとな。あんたらもいろんなもんを背負いすぎて、それに振り回されんなよ。聖者も死者もこっちの事情なんてお構いなしにすがりついてくる。そんなもんは振り捨てて自分たちの信じる道を行ってくれ、クロード。おっと、肝心なことを一つ言い忘れてた。お探しのレアさんはどうも帝都に捕らえられているらしい。殺すつもりはないみたいだが、一体何を思って隠しているのかね。礼を言うよクロード。何、これで貸し借りなしさ。何年後になるかわからないが、また会おう。そん時はお手柔らかに頼むよ。で、どういうことだディミトリ。そろそろ説明してもらおうか。何の話だ。アランデル公は殿下とエーデルガルト義理の兄弟だと言っていましたよね。義理とはいえ
王と皇帝が師弟だなんて一体どういうことなのですか。そういえばまだ話していなかったな。先生には一通り説明したんだが、アランデル公の言葉通りだ。俺の継母はエーデルガルトを産んだ母親にあたる。清掃で帝国を追われた母を父が見初めてめとった。物心つく前に母親を亡くした俺にとっては本当の母のような存在だったよ。その母もまた9年前父と共にダスカーで命を落としたのだがな。いや待て、そんな話は初めて聞いた。そもそもお前に警護がいたことも、親父殿はそれを知っていたのか。ああ、ロドリグを含めた父に近しい者の間では知られていることだった。だが言ってしまえばただの醜聞だからな。民衆に母の存在は伏せられていた。無論エーデルガルトと俺が義理の師弟であるということもだ。私、5年前のあなたの気持ちがなんとなくだけど理解できた気がするわ。だってエーデルガルトはあなたにとって大切な最後の家族なんでしょ。自分の家族が憎い相手だったなんて想像したら辛いわ、とても。でも別の国で生まれ育ったなら師弟でも面識はなかったはずですよね。私には家族と戦う気持ちとか全然想像がつかないんですけど、会ったことのない義理のお姉さんに思い入れなんて持てるのかなって。エーデルガルトはわずかな間だが王都で暮らしていたことがある。数年間の話ではあるが、彼女とは友人というか面識があったというか。あ、思い出しました。あれでしょう、あんたが探検あげたっていう女の子。なるほど、だから。あのな、シルバン、下世話な話なら聞いてやるから後にしろ。いや、もちろんそれもありますけど、これは大事な話でもあるんですよ、殿下。憎むべき仇といえど、皇帝はお前にとって古い友人であり姉なのだろう。切れるのか。切る。だがもし彼女の理想とする世界が俺にも正しいと思えるものであるのなら、俺は彼女と手を取り合う未来があってもいいとは思う。だがその判断に私情を挟むつもりはない。あの、だけど殿下は皇帝と一度話をした方がいいと思います。戦わずに済むならそれが一番です。家族で殺し合うなんて間違ってる。あ、そうだな、俺もそれはそう思うよ。そう、間違いなく王子様は撃たれたのね。は、何度も確かめました。不幸中の幸いと言いましょうな。不幸と幸いの釣り合いが取れていないわ。何しろ私たちはこれから彼らとまとめて相対さなければならないのよ。ヘルディアを奪還したディミトリ、同盟を守りきったクロード、そして実質的に騎士団を動かしているあの先生とね。さて陛下、いかがしますかな。戦線を下げて、西はアリアンロットまで、東はメリセウス要塞ですな。あそこ以外に壊せる場所はないですか。ええ、死神に守らせて時間稼ぎにはなるでしょう。その間に私は言っておきますが、私は反対です。戻れぬ危険がわずかでもあるのですよ。私とて時には手段を選ばない、これが私の道なのよ。蒼月の章、正解の説、鉄壁の要塞。
クロードが名手の座を降りたことでレスター諸侯同盟は解散、同盟諸侯は王国に進化の礼を取る。混乱していた王国内も徐々に落ち着き、ディミトリのもとにまとまりつつあった。勢いに乗る王国軍は帝国軍との決戦に臨むべく軍を南下させるのだった。いよいよ今節からは帝国との決戦に臨むことになるな。王国内の兵は東部諸侯の手によって一つにまとまりつつあります。またアリアンロッドの解放により西部の領主も続々と服従を表明しています。国内情勢もだいぶ落ち着いてきましたし、同盟も味方に引き入れられましたしね。なんだか勝てそうな気がしてきたかも。最初はあんなにバラバラだったのにね。そうね、今になって考えると本当にここまで長かったわ。レアの居所も見当がついた。予想通りではあったがな。やはりレアの身柄を奪還するためには皇帝を打ち倒さねばならないか。あの大修道院から帝都に進軍するためにはまたミルディン大橋を通るんですよね。そうなるな。同盟の協力が得られた今は通行に支障はないはずだ。橋を通過した後は元々の想定進軍路をなぞるようにグロンダーズ平原を南下、その向こうにそびえる不落要塞メリセウスを奪取する。メリセウス要塞、知っています。あのアリアンロッドにも並ぶ堅牢さだとか。もともと帝国の軍務卿を務めてきたベルグリーズ伯が兵を置いていましたが、密偵の探るところによれば大規模な軍勢が要塞に入ったとのこと。これまでの損害を埋め合わせるため各地の兵を呼び集めたのかもしれません。先で進軍できないのか。なんかね、避けなら避けていきたい気はするけどね。避けて進めば背後をつかれる。ならばここで落としておくべきだ。メリセウス要塞を奪えば帝都は目前。文字通りこれは帝国最後の砦だ。なるほど、ここを落とせば女帝の喉元に剣を突きつけることになると。けどここが最後の砦だというなら皇帝も必死に守りを固めてくるでしょうね。それについて先ほど報告があった。メリセウス要塞に駐屯する軍の指揮官はかつて俺たちが何度も刃を交わしたあの死神騎士だ。さあ次は死神騎士と対面する感じか。まあなかなか終わりに向けての終わりに向けてっていう感じがすごいね。意外とあと 1,2 回ぐらいで終わるんじゃないかな。それクリアできると嬉しいなと思うけど、いやなかなか大変よ。まあ、今回は敵将をすぐ取られたからよかったけど、まあ、次回も同じ作戦でいけるかちょっと悩ましいところやけんね。なかなか難しいね。まあまあっていうところで、今回はここまでにしたいなと思います。次回はそうですね、またメインクエストからいきなり始まるかなと思いますのでお楽しみにしておいてください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。